こんにちは、VTuber チャンネルのタイト、シナです。あたしです。今日はお正月ということで、私たちが今年もらったお年玉事情を公開していきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、まあね、私たちは、今までお年玉とかをね、いくらもらったかとかを公開したことがなかったんですけど、ちょっとね、今年は初めてお年玉をね、いくらもらったのかをちょっと公開していくと同時に、多分皆さんも知りたいと思うので、というかね、私たちも皆さんがいくらぐらいもらっているのか知りたいので、ちょっと よろしければコメント欄にね、今年はいくらもらったよみたいなことを書いてくれればね、あ、みんなこんな感じなんだっていうのがわかるので嬉しいです。はい、ということで私たちのポチ袋はこちら。はい、今年もね、いっぱいね、おばあちゃんとか、あとママとかね、あと今回はお兄ちゃんからも、なんと初めて、まあバイト始めたのでね、お年玉をもらったので、はい、合計ね6個もらいましたね。うん、というわけで早速紹介していきたいと思います。本当にお兄ちゃんからお年玉もらえる時が来るなと思ってなかったので、本当に嬉しすぎます。しかも配り方が普通にこうやってね、お年玉だよみたいな感じじゃなくて、決め方がなんかお兄ちゃんが自分で考えてきたらしくて、じゃんけんをお兄ちゃんと5回して、その中でお兄ちゃんに1回に向かったらまず1000円、2回買ったら2000円、3000円、あ、3回買ったら3000円みたいな感じで、最大5000円までもらえるっていうね、ゲームみたいなものを用意してくれて、まあそれをね、まあ私としての2人で勝ち取りました。はい、というわけでお兄ちゃんからはそのじゃんけんに関する金額が入っております。ではまず合計をね、計算しちゃいたいと思います。はい、これすごくない？これ5000円。金はい、答え終わりました。ということで、今年いただいたお年玉を公開していきたいと思います。はい、私は3万3000円もらいました。多分過去最強です。私はですね、結果今数えてみたところ4万2000円でした。なんか去年の覚えてないので、なんか過去最高とかは分からないんですけど、ありがたいですね、やっぱり。まあ、おばあちゃんとかね、まあ、いろいろね、ママだもんね、すごいいろんな人からね、今年は、あとお兄ちゃんからもらえたし、すごく嬉しい年でしたね。はい、2024年も始まったばかりなんですけど、この4万2000円を1年間ね、大事に使っていきたいと思います。はい、私も大事に使いたいと思います。はい、で実は毎年半分ぐらいは自分の将来のために貯金をしてお母さんたちに預けていたんですけど、今年はなんとお母さんから全部もらっていいと言われたので、ありがたくいただきたいと思います。全部いただきます。でもですね、じゃあ約束があります。そのお金を一気に使うのではなく、1年間を通してスケジュール、予定を立ててきちんと使ってください。そうですね。で、無駄遣いはしない、お金のありがたさを知ってほしいなって思った年にしました。はい、はい、ということで、ではお兄ちゃんからいくら、そうですね、もらえたのかをちょっと発表してもらいたいと思います。はい、私が5回じゃんけんをしたうち勝ったのが1回でした。それでお兄ちゃんがなんとおまけで2000円にしてくれました。え、そうなの？そうなの。欲しいじゃん。そしてですね、私も自己買い中1回しか買ってなかったんです。え、そうなの？そうなんだけど、なんだろうな、優しさで2000円ね、それぞれ入れてくれたので、2000円ずつ。え、すごい、初めてですね。実はママさ、そういうお兄ちゃんがやってくれるっていう時に寝てたんだよね。そう、熱が出てしまって、まあインフルとかじゃなかったんだけど、風邪で寝てたので、ママはそこを見てなかったんだけど、うん、結局ね、お互い1回しか買ってなくて、まあね、やっぱさ、そういう、なんだろうな、そういうおかず、お年玉をじゃんけん投げるよとか言われると勝てなくなるじゃん、うん、急にっていうので、5回中1回しか勝てなかったんだけど、2000円もらいました。はい、優しいじゃん。というわけで、今年の私たちのお年玉はこんな感じでした。はい、ということでですね、これで終わりだと思っている2人だと思うんですけど、お財布を持ってきてください。今
じゃあここで何かあの不満というか、はい、ある人、はい、はい、どうぞ。12月の中旬にですね、イベントとあとライブに行ってきて、そのグッズにね、今まで貯めてたお金を使いました。え、ないの？はい、結果いや、だって今入ってないじゃん、行ったばっかなんだ。ライブのグッズをこう買って、ライブ中にその缶バッジをつけたりしてわーって言ってたんだから、ちょっとないですね。ないの？小銭があるだけ。はい、さやちゃんはですね、受験勉強、受験真っ最中なんですけど、ちょっと息抜きということでね、1日とか2日だけならってことで、はい、OK を出して行ってきました。チケットを当てて行きました、初ライブに。そうだね、はい。じゃあお金がありそうなしのちゃんから、え、まずいくらか、か全部出してください。なさそうな人から行かない。なさそうな人、本当なさそうなので確かにね。これはあのスキピからもらったやつです。すぐ使ってるよね。うん、じゃあ食べていきます。400円出ました。私はあの札は持ってないんですけど、小銭があったので、その合計が1048円でした。もう悪いんじゃない。まあまあ、100円が多いからね。うん、はい、はい、じゃあ次問題の財布。はい、というわけで私の財布はね、 L の財布なんですけど、小6の卒業の時にママからもらったので、ちょうど3年以上使ってるかな。3年うん使ってますね。ありがとうございます。なんかね、意外とすごい綺麗じゃない。うん、だいぶ綺麗。使ってる割には綺麗に、ありがたく使わせていただいてます。というわけで今年はなんかくれるのかな。中学校卒業財布欲しいな。なんだろうな、高校祝い。高校祝いじゃない、やっぱり。ああ、なるほどね。受験祝いじゃない。受験祝い。というわけで、じゃあ本当に本当に小銭しか入ってないんですよ。不正卒はだってね、ぶつかっちゃったもん、ライブとイベントで。ないの？ない、本当にないの？ない、ない。というわけで小銭を数えます。というわけで私のお金はですね、1081円でした。おお、1000円も入ってたんだ。そうだね。ってことはシノより40円ぐらい上だったぐらいかなってな感じで。というわけで皆さんのお年玉事情はどんな感じか、もう私たちがこんな感じだったのでね、すごい気になるは気になりはするんですけど、もしよかったらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。はい、というわけで今回今年もらったね、このお年玉1年間使っていこうと思いますし、私はね、あのテストで3年間貯めたお小遣いもね、まだあるので、まあ受験が終わって卒業ってなったら、そのね、3年間でいくら貯まったよっていうのを報告したいと思うので、楽しみに待っててください。はい、ということで2024年のお年玉事情でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。